どうも肉まんです。今回はコストコで買ってきた商品紹介していきたいと思います。どちらとも新商品ですね。ポークミートボールマルゲリータとキャンベルのスープを紹介していきます。では早速紹介していきましょう。まずはじめにポークミートボールマルゲリータ 1250g 入ってます。お値段が1880円でした。名称、惣菜、原材料名、ミートボール、豚肉、玉ねぎ、豚脂肪、その他、マルゲリータソース、トマトジュース漬け、トマトピューレ漬け、玉ねぎ、その他、ナチュラルチーズ、パセリ、加工でんぷん、安定剤、セルロースなどが入ってます。保存方法、要冷蔵4度以下、温め方、蓋を取り電子レンジ500ワットで10分から15分ほど温めてお召し上がりください。賞味期限、加工日含めて3日間あります。では早速開けていきましょう。すごいでかい。オープン。あれ、すごい硬かった。じゃじゃん、すごい。ミートボールがあって、トマトソースが乗っかって、チーズが乗っかって、パセリが乗っかってるっていう感じですね。大きさはすっごい大きいです。日本のミートボールと比べ物にならないですね。全部で19個のミートボールが入ってます。一つがでかいので、3個ぐらい食べれば十分かなって思います。そのくらいの量ですね。これ全部温めちゃうと食べきれないと思うので、ちょっと取り分けて電子レンジで温めていきたいと思います。これに乗っけていきましょう。お皿に2個乗っけただけでいっぱいいっぱいですね。見た目こんな感じです。キャー、温めてきます。温めてきました。ちょっととろけてるかなぐらいですね。とラップをせずに500ワットで2分半やってきました。では切って食べていきます。中がこんな感じで肉がぎっしりですね。ボリューミーです。じゃあ早速。うん、おいしい。トマトソースがパスタソースみたいな感じで、マルゲリータっていう感じはしないんですけど、肉もぎっしりで肉肉しいミートボールが味わえます。パスタのソースと絡めて食べてるような味わいですね。これはこれですごく美味しいです。これにサラダを加えて彩りよく盛り付けすれば、すごく豪華なおかずになると思います。ご飯のおかずというよりはパンのお供みたいな感じですかね。パンな感じがしますね。洋風ですね。すごいトマト感が強いので、チーズの味があまりしないので、チーズを足してもいいかもしれないです。あとバジルを買ってきて、バジルを足しても美味しいと思います。味がしっかりしていてとても美味しいです。ただトマトソースはすごく少ないですね。かかってる量は少ないので、このトマトソースを使ってパスタとかアレンジはできなさそうです。ただミートボールパスタっていうのが海外で主流みたいなんですけど、ちょっとそれをやってみようかなと思います。あとはグラタンとかにしても美味しそうですね。チーズマシマシでグラタンにしても美味しそう。まあ、上にかかってるのがパセリなんで、バジル嫌いな方でもすごく美味しくいただけると思います。これは結構万人受けする味だと思います。お子様でも大人の方でも美味しくいただけると思います。そのまま食べても十分美味しいです。
この味に飽きたらいろいろとアレンジしてもいいかもしれないです。冷凍するやつと3日間以内で食べるやつとパスタ用に分けていきます。ソースはこんな感じでちょこっと下に残りますね。これももったいないので使いたいと思います。ミートボールパスタの完成です。ボリュームがすごい、美味しそうです。続いてキャンベルのスープのご紹介をしていきたいと思います。36パック入りです。お値段が1958円でした。36パック入ってるので1パックあたり54円です。コーンポタージュとクラムチャウダーが18パックずつ入ってます。キャンベルオリジナルミニジッパーバッグ付き、いずれかのデザインが1枚入ってますって書いてあります。楽しみ。コーンポタージュ、クリーミーで滑らかなコーンポタージュがインスタントスープになりました。スイートコーンを使用し、香りとコクが際立つ濃厚な味わいをお楽しみください。こだわりの粒なしタイプです。クラムチャウダー、キャンベルの代表的なスープクラムチャウダーがインスタントスープになりました。ミルクと貝の旨味が溶け込んだ本格的なクラムチャウダーです。キャンベルならではの深いコクと豊かな味わいをお楽しみください。では早速開けていきましょう。オリジナルミニジッパーバッグが気になります。もうジッパー付きですね。オープン。中に入ってるミニバッグ、これか。え、ミニですね。本当にもういいじゃんいいじゃん。キャンベルのジッパーが入っていますね。これもったいなくて使えないな。何に使おう。キャンベルのジップロック売り出してくれたら買うのにな。デザインいいです。こんな感じのパッケージで入ってます。クラムチャウダー、作り方もここに書いてありますね。コーンポタージュ、早速2つ飲みたいと思います。の香ばしいいい香りがします。お湯入れてきます。こんな感じでお湯を入れてきました。 180ml きっちり測って入れてきました。アサリがいっぱいですね。じゃあ早速、じゃあクラムチャウダーからいきたいと思います。具は結構入ってますね。うん、美味しい。あのアサリが本当生の食感のような感じのアサリで、すごく美味しいです。ただ噛めば噛むほど塩気が強くなり、塩っぽさもあります。続いてコーンスープ、うん、クリーミーですね。滑らかなクリーミーさが伝わります。コーンの甘み、香りも楽しめます。で、一見、まあ、味が薄いのかなと思ったら結構深い味わいで濃いですね。市販で売られてるインスタント、まあ、キャンベル以外の飲んだ時結構味が薄くなってしまうので2袋いつも入れるんですけど、1袋でも十分飲めますね。すごい濃厚なコーンスープで美味しいです。
コーンスープのが濃厚ですね。クラムチャウダーはサラッとしてるんですけど、ミルク、貝の旨味がすごく出てますね。キャンベルのスープすごく美味しいので、ぜひキャンベル好きな方は買ってみてください。手軽に家でインスタントスープで飲めると思います。寒くなってくるこの時期にすごくおすすめな商品です。こんな感じで今回はポークミートボールマルゲリータとキャンベルスープのご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございます。私はコーンスープ派です。コストコのフードコートに売ってるクラムチャウダーってすごく美味しいですよね。あれってキャンベル使ってるんですかね。濃厚で具沢山ですごく美味しいので、食べたことない方はぜひ食べてみてください。